ん、ゆずです。皆さんこんにちは。今日はですね、これから岡田さんと一緒になんかピクニックじゃないけど公園で会うので、お弁当を作っていきたいなと思います。ということで早速やっていきたいなと思います。お弁当箱はね、これを買った麦わっぱの弁当箱、可愛くない？まずはなんかお弁当はご飯を冷まさないといけないから、一番最初にご飯を詰めていきたいんですけど、今日ご飯はですね、鮭と明太子の炊き込みご飯にしました。で、今から味付けをしていきます。ちょっと今日早起きでテンションおかしくなってんな、すいません。まずは混ぜちゃおうかな。マジで人生で初めてお弁当を作るからもう不安でしかない今。喜んでもらえるかしら。見た目が可愛いピンクで、後で見せるね。あ、いい匂い。よし、味見してみよう。うん。ちょっと食べてみて。わかった。いただきます。え、可愛い。うん。ちょっと。じゃあこれでいこう。すごくない？すごい、一発。一発。まあ、この詰めるのも緊張するわ。大きい明太子入れとこう。よし、じゃん。こんな感じでこっち半分で、こっちにおかずを入れたいと思います。美味しそう。もう美味しそう。可愛くない？このお米、見栄えのためにちょっとこれにしてみました。一旦冷まします。その間に他のものをじゃんじゃか作っていこうと思います。今日のメインは鶏のささみ肉のしそ巻きを作りたいなと思います。メイン以外のおかずは昨日のうちにある程度作っておいたので、それも出しておきます。じゃん、ささみ4本、しそ。まずささみのお肉を切っていきます。じゃあまずはこのささみのね、この白い筋を取っていきたいと思います。全部取れました。そしたらこれをまあ大体半分くらいの大きさ切っていきたいと思います。よし、オッケーです。塩コショウ適量、まあ全体にかかるくらいかな。鶏ガラスープの素小さじ1/2、はい。片栗粉大さじ1、マヨネーズ大さじ1、はい、よいしょよいしょ。で、混ぜ混ぜタイム。混ぜます。こんな感じで混ぜました。したらしそで巻いていきます。大葉はね、一回手でこうやって炊くと香りがね。え、そうなの？愛情。こんな感じ。見える？こんな感じで挟む。ね、待って。これが外側か。そうだね。ミスっちゃった。よし、できた。これで約3分ね。繰り返します。ささみに火が通ったのでポン酢ソースを、これでソースがとろっとしてきたらこれは完成です。ささみのしそ巻き完成です。形を整えます。あっちー、出来上がったのでいろいろと詰めていこうと思います。よいしょよいしょ、完成しました。お弁当はこんな感じ。イエイイエイ。そしてなめこのお味噌汁、見えないよね。準備完了ということで、今から岡田さんのお家に行ってプレゼントしたいなと思います。それでは行ってきます。こん岡田さんです。岡田です。あの、今日ですね、はい、ちょっと持ってきたものがあって、あ、よかったら持ってくださいお弁当を作ってきたんですけど、めちゃくちゃ嬉しい。お口に合うかわかんないんですけど、はいはいはい、ちょっとよかったら、うわっかり、よかったら、うわ嬉しい。なんでまた、いや、なんか近くの公園で遊びたいなと思って、うん、まずは腹ごしらえかなっていうことで。あ、なるほど、はい、いいですか。はい、うわ、いい感じの
このゴム、岡田さんに似てるなと思って買ったの。なんかちょっと似てません？似てる。岡田さんっぽいと思って。めちゃくちゃ可愛いところが似てる。すごい、ちゃんとなんかワッパみたいな。そうです、マギワッパのお弁当。しっかりした。しっかりした。いいマテリアルな。いいマテリアルやな。いいマテリアル。マテリアル。じゃあちょっと開けます。はい。じゃじゃん。うわー、めちゃくちゃ、めちゃくちゃうまそう。本当ですか？え、すごっ。うわ、いいですね。え、嬉しい。こう、ご飯がこうなってますもんね。この、こう割られてるっていうのがまた。ありがとうございます。いいですね。じゃあちょっと、いただいていいですか？はい、ドキドキする。初めてだから。いただきます。お願いします。うわ。どうしよう。これ何、これ何やろ。これがささみのしそ巻きです。ポン酢ソースで。はい、いただきます。うん、柔らか。あ、本当ですか。うん、ベリーウマーバー。あ、ベリーウマーバーいただきました、うん、ありがとうございます。うまい。え、ささみ、こんなささみですか、これ。ささみです、鶏ささみです。こんな柔らかくなるんですね。よかった。え、これなんでこんな柔らかいんですか？え、普通に絡めて焼いただけなんです。え、マヨネーズと片栗粉と鶏ガラと塩コショウだけで、で混ぜて焼いただけです。いや、めちゃくちゃ美味しい。これも、これ何やろ。それが鮭と明太子の炊き込みご飯です。いいやん。え、炊き込んだ。炊き込ん、一緒に炊いて後から味付けで。すげえ。めちゃくちゃうまい。よかった。何これ、めちゃくちゃ料理得意じゃないですか。いや、今まで全くやってこなくて、ここ本当 1,2、うん、ヶ月くらいで台所ちょくちょく立つようになったレベルなんで。そう、初心者なんですけど。これ炊き込んだんですね。そうなんですよ。あ、あと、よかったら麦茶と、あと、まあ、熱いんでちょっと嫌かもしれないんですけど、お味噌汁もあるんで。近代弁当やん。お味噌汁あるって、はい、なめこと豆腐なんですけど大丈夫ですか？大丈夫です、はい、こっちが味噌汁で、麦茶なんで、これあのカップコップに使ってください。こんなに、こんなおもてなし。めっちゃゴリゴリに用意してきました。あ、まだやった。これで出てくると思った。もう一段階。もう一段階。うわ、美味しそう。これ、こういっていいですか？はい。いただきます。大丈夫そうです。いや、うますぎる。本当ですか？何ですか、これ。ちょうど、ちょうどいい塩味で。あ、本当ですか？塩味ちょうどいいですか？全部。すごっ。よかった。お茶入れてきますね。卵焼きも、お弁当サイズの可愛い。ちょっと不格好なんですけど、いい苦手で。いや、うまっ。ちょっとうちの卵焼き甘めなんで、うん、で甘めの。なんか付き合いたてカップルみたいな。うますぎるやろこれ。本当ですか？うん、これ何ですかこれ？でポテトサラダで。ポテサラ。ゆで卵。野菜と。うまっ。料理うまっ。よかった。もう不安しかなくて、もう来るときめっちゃドキドキしてたんですよ。なんかほんまにうまくて言葉失います。あーだこうだやっぱ。うん、全然あーだこうだ言ってもらって大丈夫です。いやいや、めちゃくちゃ美味しいです。明太子のそのちょっとでかいやつとか入ってていいですね。これわざとですか？あ、わざとです。ちょっと粗めに。もっとなんか大きい塊も多分どっかに入ってると思います。入ってました。ありました？うん。よかった。それがめっちゃいいですね。その複雑性。食感の。複雑性、うん、こう食感が楽しい感じ。トマトもこのね、可愛いしね。ちょっと赤を入れてみます。うん。確かに。めっちゃ調べて、なんか美味しそうに見えるお弁当の詰め方みたいな。おもう3日前ぐらいから YouTube 見漁って、めちゃくちゃ勉強して、めちゃ勉強しました。嬉しい。
さっきさらっと一瞬何も言わなかったですけど、そのささみつけるときに、鶏ガラをちょっと入れたとかも、すごいいいですよね、この。あ、本当ですか？鶏に鶏ガラを合わせる感じ。あ、よかった、嬉しい、なんか料理好きになっていきそう。やっぱ食べてもらうっていいですね。いや、めちゃくちゃうまいもん、ほんまに。嬉しい。驚いてます。本当ですか？ありがとうございます。何もございません。うん、このなめこの味噌汁と炊き込みご飯は完全にこうマリアージュしてて、マリアージュしてる、すごいいいです、これ贅沢よ。喜んでもらえた。いいわ、ちょうどこの天候もね、天候も台風の直前っていう、直前の、でも雲の奥はね、青空広がってるからね。確かに、あの奥は、青空広がってるからいいね、ピクニックデート、ね、ピクニックデートや。めっちゃ食べてくれて嬉しい。嬉しい、よかった、これ何弁当なんやろ。でもなんかちょっと和っぽい感じで、どうなんだろう。でも卵焼き甘いし、ポテトサラダ日本かわかんないし、ごちゃごちゃかも。インクルージョン弁当やね。インクルージョン弁当、いろんな多国籍空間がこう広がってる。いろいろインクルーシブ弁当もすぐ。よかったです。ただお弁当を作って食べさせるという動画です。勝手に作って無理やり食べさせるっていう。それだけの企画なんですけど。嬉しい。ただもう、蚊多すぎるわ。ちょっと季節間違えましたかね。すごい蚊が。あ、めっ、え、超腫れてる、ね、でもこんなもんね、こんな美味しい弁当あったら全然いいですよ。全然いいですか、優しい、ありがとうございます、そんな、それだけの企画でした。嬉しいです。美味しく食べてくれてありがとうございます、ありがとうございます。また腕を磨いて、いつか岡田さんに披露できるように。あ、またぜひぜひ。いっぱい作ってるじゃないですか。はい、なのでちょっと、ね、今度は僕もお弁当作って、いいんですか、もちろん、お弁当交換してね。あ、いいですね。食べて交換しましょう。次はお弁当を交換してただただ食べる動画でお会いしましょう。いいですね、そうしましょう。それでは、また次の動画でお会いしましょう、バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます。